早速トレイ・ジョーンズ、そしてウガラシ、最初のショット次が決まりました。これはちょっといいかもしれないですね。ファウラーが行きましたが、ああバックアップからのフィニッシュ、ね、トレイ・ジョーンズが来ました。ジャスティン・キーナンです。トレイ・ジョーンズ3決まりました。スリーポイントですね。はい、マイケル・パーカーです。パーカーにアウト。そしてトレイ・ジョーンズ、ジョーンズのパス、アキチェンバース、あーこれは来ましたね。2本目が来ました。あのキーナー選手にマッチアップ変えてるんですけど、2つになっちゃってますからね、はい、あこれはジョーンズが逆に行った。これは誰もちょっとボールいかなかったですね、昨日はなかなかトップしてカモンズ、近海は飛んだが五十嵐が取った。3対2、リバウンド。さあこれジョーンズからアウト。パーカー、はい、もちろんリックアウトするとオフェンシブリバウンド取れる危険性を増すんですけど、さあ群馬は割とこれ川村とアウラ、川村ブロックした。五十嵐 C ブロックですね、トレイ・ジョーンズだったですよね。五十嵐 K の3、また最初いかがですか、決めましたね。これで今日3本目です。しかしこのアシスト、そしてアウラが決めるという形が後半見えてきています。さあジョンズ、うん、ここは一気にスピード。さあここでジョンズ入ってもう一回戻す。キーナンへ、またポスト入れるが、アウトで決めてきた。キーナン、今度は群馬が4点プレー。あジョーンズ、ジョーンズジャンパー、ミドルショット。さあ秋が行く、もう一回カウト。これは動いた。スリーポイント、トレイ・ジョーンズ。ジョーンズが入れてキーナン、ジョーンズが手渡してもらいます。このまま近海がつく。いいセットから決めてきました。キーナンもらった。ジョーンズ、ジョーンズ入る。ゲームがあった。エンドワン、19ポイントです。ジョーンズ、あスキング回選手がちょっとだけ横から来ちゃったんですね、はい、それでブロッキングですね。群馬はここ決め切りたい。決めればあれですけど、決めないと横浜に逆転のチャンスが出ますよ。トレイ・ジョーンズ、ジョーンズが夢でいった。決めた。そこはジョーンズ、これでベクトン選手ファールアウトですね。エンドワンです。ベクトンのファールアウト、1つ目。大きなポイントがありました。しかもフリースローももらっています。